前回の動画で、リアタイヤのね準備の方終わったので、これからジャズの方をまたねカスタムしていくんですけど、今回は、リアの、スイングアームのロングスイングアーム加工をこれからねやっていこうかなと思います。もうすでにね、準備でリアの方は今までね上げてあるんですけど、これを一回ね、リア周り、フェンダーとかついてるので、全て外して、どれだけちょっと伸ばすかっていうのをね、オーナーさんと相談するので、一旦ねこのリア周りをバラして、リアホイールの方をねちょっと当てがってみようかなと思います。まあ、このねフロントに負けないぐらいね迫力のあるリアタイヤをこの車体に組めば原付とは思えないぐらいの迫力になるのでやっていく感じですね。じゃあチャーズねリア周りをバラしていきたいと思います。リアの方バラして、組んだねホイールの方をちょっと当てがってみました。どうですかね、もう現時点でねすでにもう原付とはね思えないぐらいの迫力になってますね。オーナーさんのね意向でちょっと今回はナローチョッパーという感じでやるつもりなんで、このねタイヤの太さもこの純正のねホイールと比べるとこんな感じでねほとんど変わらないぐらいの、太さの組み合わせに、なってますね。まあ、なんですけど、クラシックタイヤなので空気をね、膨らますと、外側に膨らんでくれるのでこんな感じでねタイヤが肉厚になるっていう感じですね。いやーこれはもうやばいジャズがまたできちゃいそうですね。横から見るともうとんでもない迫力ですよね。で今回は、リアフェンダーも、取り付けるので、でサスの取り付け位置は変えることはしないので、やっぱちょっとね多少ストロークがここのね位置だと多くなってしまうので、まあこのねストロークを確保するために若干ね伸ばす量を増やすっていう感じですね。で今回付けるフェンダーがちょっとまだ届いてないんですけど、まあ、届いたらねまた皆さんにね お見せすると思うんですけど、リブフェンダーといって真ん中の突起があるやつなので、やっぱり普通のこういうねフラットフェンダーとかに比べるとやっぱここの厚みが増してしまうので、このシートに当たらないように感覚を考えなきゃいけないっていう感じですね。で今だいたい14センチから15センチぐらいのマウントになってるんですけど、まあ、こんな感じにマウントすれば、まあ、バランス的にもね全然問題ないかなと思います。いやまたこのように新たな魔改造ジャズが、誕生しようとしてますけど、残るはスイングアームを加工して、タイヤが組むとこまで、やっていきたいと思います。撮影でしていたつもりだったんですけど、すっかりね忘れてしまって、そのままもうね、ロン水加工の方終わってしまいました。で、ね、これを、見えるだと思うんですけど、前にね作った左右合わせる組んでロン水のね加工を簡単に、できました。でちょっとね前回と違うような感じで、ロン水したんですけど、まあねちょっと撮影を忘れちゃったんで、まあ、また違う機会にねまた紹介できればなと思うんですけど、まあ一応ねまだこれ鳴らしたりとかはしてないんですけど、しっかりね、本溶接の方もしてしっかりついてるような感じだと思います。なので、一回ねちょっとホイールの方を組んで、ブレーキロットの延長も必要なので、ホイール組んでブレーキロットの延長をねどれだけするかっていうのをやっていきたいと思います。じゃあとりあえずね、まずはホイールを組んでいきたいと思います。問題なくホイールの方組めました。やっぱりね、ホイール組んでね地面につくとね気持ちいいですよね。いやどうですかねこれ、オールドスクールチョッパーって感じでめちゃくちゃかっこよくなったんじゃないかなと思います。でこれねまた元々ついてた CG バーとか、あとはフェンダーをちょっと今までと違うリブフェンダーって言ってね、この真ん中がちょっとポコってなってるようなフェンダーをねこれからつけるんですけど、そのためのねステーとか、あとはこの今とりあえずアームを伸ばしただけなんで、この中間の補強兼フェンダーのねステーを取り付けたいなと思うので、まあ、そのね位置出しとかもね、やっていこうかなと思います。まあとりあえずちょっとまたちょっともったいぶるような感じになっちゃったんですけど、まあ一旦ねちょっとまあもうシルエットねほとんどできたんで、一旦ここで動画の方は切ろうかなと思います。で次回はね、まあ、おそらく完成になると思うんですけど、CC バーつけてフェンダーつけて、あとはスイングアームの塗装してっていう感じになるんですけど、まだねちょっともしかしたら次の動画も完成してないかもしれないですけどね、もうとりあえずねもう見た目はねもう完璧にシルエットはできたんで、あとはね、やっぱり前回と一緒で
サイドスタンドの長さもちょっと足りなくなってしまったんで、ここもね、新たに、サイドスタンドの方は、用意しようかなと思います。じゃあ、またねちょっともったいぶるような感じになっちゃいましたけど、ここでね一旦の動画の方は、終わりにしたいと思います。じゃあ次回はどんな形になるのか、まあもうほとんど形になっちゃってるんですけど、お楽しみにしていただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。